さあこの森園のね、引っ張ってきました。森園が引っ張ってる静岡ジェードが岡山リベッツを下したゲーム、改めて VTR で振り返ると思います。ダブルス丹羽ヤンアン組対龍崎森園組、森園龍崎組が2対0で取りましたが、この森園の動きの良さが光っていたのは事実ですね。そうですね、このやっぱり龍崎森園ペアの動きの良さというか、やっぱフォア2人とも強いので、ああそうですね、はい、うん、やっぱこうどこに行っても2人ともフォアでしっかり今日は動けていたし、うん、でバックを狙われた時にも丁寧にしっかりコースをついて打ててたっていうのが良かったところかなと思います、うん、はい、第1ゲームの序盤で4ラブまで持っていったりという形で、この第1ゲーム第1マッチ、今日ゲーム第3マッチまでこの序盤まで大きくリードを広げている流れも作っていた今日の静岡で。そうですよね、はい、静岡今日本当1ゲーム目の前半がみんな成功しているので。そうなんですよね、うん、第2マッチハオシライト横谷城は横谷城がゲームカウント3対1で取ったんですが、これも第1ゲーム8-2までいったんですよね。そうですね、うん、で追い上げたんですけどね、ハオシライト追い上げたんですけどもね、はい、その後追い上げたんですが結局、うん、いや本当横谷選手の試合見てるともう本当攻撃こそ正義だみたいな。あ、そうですね、もう攻撃が止まらなかったですよね、うんうんうん、でこんだけ打たれるとやっぱり相手もプレッシャーかかりますよね。ちょっと甘いボール行ってしまうと、まあ、強烈なボールが来るんじゃないかと思うとやっぱりミスもちょっと増えやすくなるので、それぐらい今日横谷選手のプレーが良かったかなと思いますね、はい。まあ、途中ハオシライもサービスで流れを作って、まあ、第3ゲームはその流れで取ったんですけれども、その上を今日の横谷の攻撃力がいっていたというような試合でした。ゲームカウント3対1、第2マッチは横谷城、そして第3マッチは吉山亮次と松下大成、ゲームカウント3対0、松下が勝つというゲームでしたが、これも序盤第1ゲーム、ね、第1ゲームから6ラブまで行ったんですもんね、うんうん、第1ゲームは結局11対2だったんですけれども、うん、松下選手はあの途中でも言ったように、あの横谷選手のようなこうパワフルさではないんですけど、そうですね、はい、力まずに力強いボールを打てるっていう、なんかさらっとえげつないボールが来るのでこれも相手からしたら嫌なんですよね。そうでしょうね、うんうん、吉山選手もこう耐えようと、はい、いろいろ戦術を組み立てて頑張ったんですけどね、はい、そうですね、それを上回る ね、まあ、そうですね、松下選手のいいプレーが光りましたね、はい、ペンホルダーから出る最後は YG というですね、うん、戦い方もうまかったですよね。戦い方もね、そうですね、うん、はい、YG が出てくるから、吉山の YG もね今シーズン非常に脅威だったんですが、うん、なんと松下が最後 YG を出したという、そうですね、そして第4マッチヤンアンと森園、森園選手 も、 もうラブオールの時点で、はい、ちょっと上回転系サーブメインに行くんじゃないかなというような感じで、本当に最後までもうフォア前に短い上回転を出してから戦い切ったので、はい、うん、そこをちょっとヤン選手が攻略できなかったのかなという。そうですね、結局最後まで、はい、その辺は攻略できず、しかもレシーブで、うん、本当にレシーブ困ってる感じがありましたもんね。そうですね、うん、あとは今のようにもうヤーン選手のバック攻めですね、はい、ヤーン選手にこう強烈なボールを打たせないためにバックに集めるっていう戦い方も良かったんじゃないかなと思いますね、はい、この戦術的なもの、それからもうご覧のようにものすごい今日はこれもすごかったですね。すごいですよねこれ今のね。うん、いや今日の静岡ジェードは強かったですね。強かったですね、今日の静岡ジェード本当見事な戦いぶりでした、うん、さあ今日のゲームが